中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークスのゲームを、バッターボックスには足立が入ります。さあチャンスが続き満塁の場面、まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいです。初球打ち、サードの右、取った、二塁アウト、これでスリーアウト。バッターボックス坂口、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ワンアウトになっています。痛烈、切れました、ファウルボール。2球目打ちました。これはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、一塁転送はアウト、ダブルプレードラゴン。バッターボックス足立、まあここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。真ん中のボール打った、ワンバウンドヒットになった、おっと送球がそれた、セカンドランナーホームイン、ホークス追加点、8対0、リードを8点に広げました。ソフトバンク、打ちに打ちました、大量リード、大量得点で勝ちました。